久保さん、2000円稼ぎました。2000円。なんかね、ルーター売ってきたんですけど、2000円になりましたね。はい。なんで2年ぐらい使って、1、1万円ぐらいで買ったんですよね、あれ。うん、なんで8000円か。8000円を2年で割ると、月いくらだ。はい。そんな高くないですね。だから月500円ぐらいか月500円ぐらいで最新のルーターを使えたっていうね。 コスパいいっすね <laughs>。あの、なんだろうな。久保さんが言った通りね、徹底的にやるっていう、大事ですね。凡事徹底にしましょうか。タイトル。あの、30年も40年も、なんだろうな、やる必要ないんですよ。まあ、このリレーはずっと続くと思いますけど、なんかね、もう圧倒的に、 圧倒的に短期集中でも、もう死ぬほどやるっていう。それさえできれば、まあできないんですね。<laughs> なんでできないんだろうな。なんなんですかね。だって長い人生の中で1年とかのスパンですよ。2年とか。それを、ただやるだけなんですよ。 だ結局、奥間長者合宿で久保さんが言ってた通り、40年分とかを普通に労働したら働くわけじゃないですか。それをバーってやればいいだけなんですよ。うん。まあ僕も動画バーってやってるのも、結局その、うん中長期で見た時に、今はバーってやっとけば、後々楽になるな、みたいな。<laughs> 年取ってから、うん、苦労したくないですもん。<laughs> どうすかね、80歳、70歳で苦労するって結構きついっすよ。 体力ないんで。苦労したくてもできないですよ。で、それは目に見えて分かってるんで、動けるうちにやっとかないと、まあその40,50、まあ僕も40にもうちょっとで、来年の10月で40になりますけど、まあ体力が落ちていくのは目に見えてるし、できる時にやっとかないと。そのできる時っていうのが、まあ50からでもいいだろうし、60からでもいいんですけど、80からはきついですよ、さすがに。90からとかは。さすがにね。 うーんだからねの、要は今の10年と70から80の10年って違うんですよ。もう全く異次元の違いですよ、こんなのは。同じ時間ですけど。うーんだから、できるうち、動けるうち、喋れるうちにやっとかないと、本当に何もん残んないし、将来が、 まあ明らかにきつくなることは目に見えてると思うんですけどね。それでもやらないのは何でだろう。なぜですかよくわからないですね <laughs> うん。考え、まあ考えればわかることだとは思うんですけどね。なんで真剣に考えないんだろう自分の人生。いってらっしゃい。